小沢真央さんに登場していただきましょう。拍手でお迎えください。お願いします。皆さんこんにちは、アナウンサーの小沢と申します。よろしくお願いします。未来フェスプロジェクト in 福岡、皆さん楽しんでますか？あったかい、ありがとうございます。天気ももってよかった。雨が降らなくて本当によかったと。次に歌わせていただく曲なんですけれども、私が初めて人前で歌ったのが昨年の6月、ちょうど1年前になります。でその時に1曲目に歌わせていただいた曲を、もう成長、どれだけ成長できたかっていう意味を込めて歌わせていただきます。ではそれでは聴いてください。清志郎さんのカバー曲で Day Dream Believer です。やばい、バチクソ緊張してない？はい。で、こんなに。もう2曲目紹介した。はい。では次に歌わせていただく曲なんですけれども、今回イベントのためにオリジナル曲を作成しました。作曲は私で、作詞が、たかしさんがしてます。ピアノで曲を作ったんですけれども、光と影
っていうのをイメージしたくてですね、光は、6月にちなんでジューンブライドということで結ばれる愛で、影は、ピアノの、伴奏をちょっと悲しげにして、あとは歌詞でちょっとあの心の弱さを表現してます。で、まあ、光っていうことなので、まあ、歌詞は未来に希望を持てる曲にしてますので、ぜひよかったら聴いてください。歌わせていただきます。オリジナル曲で、近い未来への階段。心が離れ
緊張が全然解けない。なんかこうね、初めましての方々が結構いらっしゃるんですけど、中にはこう知ってくださってる方、僕たちを知ってくださってる方も何人かいらっしゃって、やっぱちょっとずつこうやって皆さんの前で演奏させていただいて、少しずつ僕たちの名前を知っていていただけたら嬉しいなと思ってます。そしてね、こんなね大きな舞台に立たせていただけるっていうのは、先ほど司会進行されてあった、実行委員長でもある松尾さんのおかげで、こういう大きいステージに立たせていただいて本当に嬉しいなと思うし、本当に感謝だなと思います。なんか音楽でこうやって人と人とがつながっていくっていうのがすごく嬉しいし幸せだなと思います。そして今日ね、天気、もともと予報は1週間前ぐらいからずっと見てたら、最初曇りとか言って、その後今度曇りのち雨から雨のち曇りになって、雨時々曇りになって、パーセンテージが 80% とか 70% とか、晴れたよかった。ここにいる皆さんのきっと日頃の行いがいいんじゃないかなと思ってこの曲を最後に選んでたので、どうしようかなと思ったんですけど、よかった。最後はあのブルーハーツさんのカバーで青空でお別れをしたいなと思ってます。僕この歌大好きなんですよ。でこの歌だけは、あのさっきずっと歌ってた雪が今回ドラムデビューなんですけど、一曲だけでも叩かせてあげたいなと思って、ひしこいてスタジオで2人で合わせたんで聴いてください。 OK。Thank you.
ありがとうございました。アラウンドザマウスと申しました。ありがとうございました。皆さんイベント最後まで楽しんで帰ってください。今からはきっとアイドルがいっぱい出てくるのかな。お待たせしました皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。